沖縄省林流、指導官、西原道場、糸洲庵公、から、知花長身、へと継承された首里手を、知花長身は、昭和8年に沖縄省林流と命名された。省林流は、構えや呼吸法に無理がなく自然であり、また、力の取り方抜き方に特徴があり、力の集中力と敏捷性が容易となる。また、攻撃に対しても、ひとえに防御するだけでなく、打てば打ち砕くだけの威力を発揮することにより、攻防一二よの技法が体得できるのである。1956年1月、知花長身が沖縄省林流空手道協会を設立し、初代会長に就任。1969年3月に第二代会長として、宮平克也、藩士十段が就任。省林流の特色。省林流は、構えや呼吸法に無理がなく自然で、力の入れ方や抜き方に特徴がある。力の取り方は、内から外へ取り、この方法によって瞬間的に力の集中が容易になり、速さが増して攻撃力が増加する。このように力を取れば決して内臓を圧迫することなく、呼吸の乱れや無駄な筋肉疲労もなく力の集中ができ、動作の敏捷性も増す。また、省林流の受けは一重に防御し、裁くのではなく、打てば打ち砕くだけの威力を発揮することにより攻防一致を目指している。今回の沖縄市道館での稽古で秘伝の一つである、受け流しを熊沢さんが学ぶ様子をお楽しみください。動画の中で秘伝に関する分野はメンバーシップでご視聴ください。
大変だった。あげて、そうですね。